どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、ドッグランによく行って遊ばせています。犬同士の挨拶はちゃんとできていると思います。追いかけっこが始まるといつも逃げ役で、怖がってる様子は全然ないのですが、追いかけてもらう方が好きなんでしょうか。はい、おそらくですけど、他のワンちゃんがいるとわーって走り出すと、みんなが追いかけて走り出すみたいなことで、怖がってるわけじゃなく、コミュニケーションとしてやってそうだよねっていうことですよね。ワンちゃんね、ドッグランで他のワンちゃんから逃げちゃう時ですね、あると思います。怖がってる場合っていうのもあって、でその時にはね、私たちが間に入ってあげる必要性っていうのはあるんじゃないかなって思っております。怖がってる時っていうのは、まあ見てると分かりやすかったりはするんですけども、尻尾がね中に入ってたりとか、声を上げてたりとか、毛が逆立つ、あとは自分でこう小さくなるようなね動作だったりとかね、あとは目がねちょっと緊張してる、クッて開いてる感じですね。そういうのが見受けられた時っていうのは、怖がって逃げてるんだろうなみたいなものっていうのはね、見てて分かるんじゃないかなって思っております。中にはね、威嚇で大きく見せようとする子たちもいるんですけども、でもやっぱり近くに来ちゃうとね、怖いから逃げるっていう子たちは、そういう形が多いんじゃないかなと思うんですけども、今回はねそういったケースではなく、ワンちゃんたちがいると嬉しくて走って追いかけてもらうということですね。これはね、何か本人の中での体験エピソードが絡んでそうですね。例えばドッグランに来てみんながいて嬉しくて、たまたま自分がわーって走った、その時にみんなが自分を追いかけて楽しそうだった、それが私はすごく心地よかった、そんな感じですかね。なので、遊んでもらう、もしくはお互いのコミュニケーションの手段として、その子の中でみんなと一緒にこういう付き合い方、こういう遊びがいいよねっていうのでハマっている、そんな誘い方なんじゃないかなって思っております。これ自体は大きな問題はないんじゃないかなと思っていて、走ることによって他の子たちも追いかけてほしいから走ったりするみたいなのって、すごい可愛いし微笑ましいよねと思う反面、ちょっと狭めのランだったりすると、壁にぶつかったり何かにつまずいたりとかするような可能性があるよねっていうのと、あと中にはね、ちっちゃい子がいるところだったりすると、小型中型だとちょっと大きい子がちっちゃい子にぶつかっちゃったりすると怪我することはあるかなとは思うんですけども、ただ基本的には安全がちゃんと確保されてて、ある程度体格差の近い子同士だったら好きにやらせてあげちゃっていいんじゃないかなと私は思ってますので、その子の中ではきっと遊ぼうって言って走って追いかけて、周りの子たちが自分に対して注目する、構ってくれる、それが自分の中で嬉しくて、そういったことをコミュニケーションとして選んで繰り返してるんじゃないかなって思っております。なので私たちからすると、非常にね微笑ましい、そういうのって遊びとして成立してていいねっていうものなので、別にね無理して直さなきゃいけないとかやめさせなきゃいけないっていうものではないんですけども、ただね怪我だったりとか、あとは中にはパッて走ることによって、そこに対して反応としてちょっと攻撃的な返しが出る子たちもいたりはする、そこだけ気をつけて見てあげる必要性っていうのはあるんじゃないかなと思いますので、ぜひドッグランはね、いろんな方がね利用しますので、その時その時によってね、考え方、付き合い方、パターンっていうのは変えてってもいいんじゃないかなと思いますので、そんな風に見ながらね、ドッグラン使っていただけたらね、いいんじゃないかなって思っております。はい、というわけでね、ワンちゃん同士の遊びということでね、遊びの形はいろいろあります。お互いに飛びついてドスコイドスコイみたいなのやる子たちもいるし、追いかける、もしくはね追いかけてもらうみたいなことやる子もいるし、お互いにね寝っ転がってね、ドッカンバッコンやる子たちもいるし、一緒にいるだけでね何もするわけじゃないけど、コミュニケーションっていう子たちもいます。別にね、どれが正しいどれが間違ってるじゃなくって、誰にも迷惑かけずにその子たちの中で成立してるんだったら、私はねありじゃないかなって個人的には思ってますので、周りの子の性格だったりとか、そういったものも配慮してあげた上でですね、みんなで楽しく使えるように配慮してみてはいかがでしょうか。